こんにちは。今日はパソコンでの動画になります。無料の音楽編集ソフトドミノさんっていうフリーソフトを使って MIDI の音源を作ってみようと思います。こちらですね。こちらでドミノっていうこのアプリケーション画面になるので、ここを押していきます。まあ、最初のこちらのリードミーを押しています。こういったソフトで、音楽編集ソフトドミノ、タカボーソフトさんっていう方が作られたフリーソフトです。ちなみにこちらは保存がちょっとできない、フリー素材なので、MIDI にしたり、その MP3 にしたりっていうのはちょっとできないんですけれども、そういうのはちょっと無料のソフトが必要だったりっていうのがあるみたいです。ただ音は打ち込むことはできるので試してみようと思います。で、こちらをクリックしていくと、こういう画面が出てきます。こういうバナーというかツールが出てきて、でこういう音楽の記号とか出てきたり、鍵盤があったり、これで実際に打ち込めるところがあったり、で下はこういう風に何かいろいろ変えられるところがあるそうです。多分これは音の長さでしょうか。実際に演奏してみると思います。これはもう実際に入力した音なので入れています。っていう風に演奏ができます。ちなみにこの音は今、現在、8分音符で入れていた音です。実際にはこの音を入れ込もうと思ったら、まず最初にこのファイルっていうところを押しまして、で SMF 書き出しっていうところを押して、で設定画面を開いて設定してからの入力になります。では次に、実際私がその一度保存できた作曲があるので、それを作曲 してみたいと思います。こちらです。長いので途中までになりますが演奏します。今回も聴いてくださってありがとうございます。こちらは、クリスマス曲なんですけれども、Joy to the World の作曲の音を打ち込んで、自分で作った曲です。こんな感じに演奏していきました。ありがとうございます。ちょっとアレンジしてるんですけれども、自由に作っていいと思います。